おはようございます。和顔性の影やです。今日もよろしくお願いします。ということで、本日もヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、僕はねえー、アシストとボディケアのお店をこうさせていただいてるんですけども、そこでねこうお客様との交流でですね。こういろんなねことをこう教えていただくことがあります。 でえー、いろんなこうお店やったり、<laughs> そういう観光スポットとか、いろいろね、こう教えていただいてで、教えていただいて、ああ、いいなと思ったら、行くようにしてるんですね、えー。だいぶお金のかかることであると、ちょっと金銭的に難しいとできないんですけども、そうじゃなければ、えー、なるべくこうやるようにします。というのも、まあ、お客さんがこういうところ行ってっていうのをこう、まあ、共有したいというかね、そういう気持ちがあるんでこう、させていただいております。でえー先日 です、ね、こう教えていただいた、えー、山田牧場という牧場があるんですけども、えー、そこへねちょっと行かせていただきましたで、えー、それは信楽町というね、えー、場所に、まあ、あるんです滋賀県の人は、まあ、知ってると思うんですけども滋賀県じゃなくても知ってるのかなあの何、ー、ですスカーレットでしたっけあの NHK の、えー、連続テレビ小説の、えー、舞台に1回なってるんですねうーん 誰やったかな女優さんが、えー、やった、えー、陶芸家のね、えー、話やったんですけどもでそこにある、えー、牧場なんですけど山田牧場というところにこう行かせていただきました。でえーえー、っとね え前の池田牧場もそうなんですけど山田牧場も同じようにですねこう牧場に近づくとまあ道が結構狭くなるというかまあ当たり前なんですけどもでこう狭くなっていっておてるんかなと思ったらこう山田牧場の看板が出てきてですねああこっちでおてんねと思ってこうやっていってほんでこう着いたんですねで着いた時一組ぐらいこう。 ご夫婦かななんかこうおられてですね。でうんで、お店がこうパッとこうあってですね。そこで入っていったらこう、スタッフさんが一人、女性の方がおられてですね。で、えー、ソフトクリームありますかとこうお聞きしたらですね、うん。ソフトクリームはないんやけど、アイスクリームやったら、えー、隣のこうそういう食べるところがあって、そこでこう販売してますということでですね。 で僕は、いちごミルクやったかな。それを選んで、こう、えー、コーンのいちごミルクを食べました。まあ、あのー、アイスクリームは、まあ、美味しいですよね。美味しい。ほんで、えー、販売してるとこで、せっかく牧場なんで、牛乳をね、えー、買ってと。で、牛乳を買って、ほんで、うん、まあ、家帰るっていう感じやって、そんなにね、長いすることはないんですね。ただ、まあ、牧場、牛もまあ見れたりとかしましたけど。 そこのこう、まあ、販売しているところにこうバーベキューができるところがあったんですね、バーベキューが。で、あこういうところでバーベキューする、まあ、ほんで雨降っても大丈夫なこう場所になったんですね、そのバーベキューの会場というか、そういうところが。で、これも悪くないなと思って、えー、ちょっとこう、バーベキューの内容がど、内容というかね、価格がね、どんなもんかなと思ったら、えー、1人こう、2200円。 かかるらしいんで,す、ね、で、すね1人2200円で、んで人数分ですね。で、えーと、お酒の提供はしてないということなんで、お酒は持ち込んでこう飲めるということで、2200円プラス、まあまあ、えー、飲み物でまあ1000円ぐらいとして、3200円、まあまあ、5000円、5000円、5000円もいらんか、まあ4000円ぐらいでもう十分ね、こういけると。まあまあ、3000円ちょっとかな。 でいける感じだったこれはいいなと言って、ちょっとこう、ここでこう、バーベキューをすることをちょっと計画したろうかなというふうに考えております。ただまあまあ、もうちょっとね、えー、落ち着いたら、コロナのあれが落ち着いたら、えー、動くようにして、ここでやろうというのをちょっと自分の中で考えています。まあ、いい場所を知れたなということでよかって。うん。 まあ、帰るんですけども、で休日の晩ご飯は僕自分で作るんでですね、えー、帰りまたせたついてからいろいろスーパー回るのも邪魔くさいからいうことで、えー、フレンドマート死柄木ですね死柄木にあるフレンドマート死柄木によってですねまああのー、フレンドマートなんでね基本的にまあ一緒なんですけどもそこでこう買って まあちょっとこうお肉とかがねちょっとその日の賞味期限のやつが安くなってた3割引ぐらいになってたんでまあそれをあこれはもう買えっていうことやなと思ってそれを買ったりとかね。 あとまあ刺身も買ってで帰ってきたっていうところなんですね。それと僕はこうしがらきでこう好きな場所があってですね、好きなお店ですね。それはたこ焼き屋さんでたこ市というね、こうお店があるんです。たこ市というお店があって。で、そこのたこ焼きが僕が今までね、生きてきた中で食べたたこ焼きの中で一番おいしいたこ焼きやったんですね。たこ市。で、これはもう帰りよって。 でえー、家持って帰ってきてで家族に食べてもらおうと思って、えー、そのタコイ市のある場所に行ったんですねそしたらそのそのまあテナントというかそういう場所にそのタコイ市さんがもう亡くなってたんですえーやめは コロナ禍で厳しくなったんかなとかいろいろ考えててあれなんでやろうなでもそんなたこ焼きはみんな買いに来てすぐ買えるしそのあまり関係ないしなと思ってまあ観光の人数はちょっと減ったんかもしれんけどどうなんやろうなと思いながらね残念やなっていう気持ちでこう家へ帰ったんですねね家帰ってそれでもねなんかね。 亡、えー、くなる、あんだけ元気な人やった、すごいそこのおばちゃんがですね、よくこう喋ってくれるおばちゃんでものすごい元気、パワーのあるおばちゃんで、僕も喋らせてもらってて、こう、えー、こう元気をもらってたという感じで、でたこ焼きのおいしさとそのおばちゃんとで、こうすごくいい,いい場所やな、いいお店やなと思ってたんで,で、調べたらですね、なんと移転してたんですね。 移転しててそれも信楽の中での移転やってんで、えー、店構えとか見たらちゃんとこう大きい店にこう変わってるんですね前はこう一つのこう場所一つの場所でこうあったんがもっとしっかりとこうお店をお店してるような感じで写,写真を見れたらね、うん、インスタグラムかな,なんかで見れたらそうやってあ これはし、ああ、大きなのあった。そらそうやな。あの、あの、たこ焼きのおいしさやったら、それは儲かったあるわと思って。あ、これはまた楽しみ増えたなと思って。またこう、しがらきへね、こう、まあ、行くことがあれば。ちょっとね、こう、おっ子とかね、うちの弟家族、きた時甥おっ子をこう、山田牧場に連れて行った時とかに、ちょっと、で、バーベキューとかそこでしてですね、で、帰りそのたこ焼き夜みたいなのが、ちょっとこう、いいかなと思ったりこうしてるんですけど、うん。 まあ、たこいちさんに関してはもうしっかりこう大きくなってるのさすがだなという、うん、あんだけおいしかったらそれは当たり前だろうという感じはしますだからなんかなんかないのがねなんか変やな思っ、ま、たやっぱりあったということで、うん、その塩たこ焼きっていうかね塩のたこ焼きなんです塩がかかってるたこ焼きこれがうまい、うん もう喋りながらやっぱもう一回また食べてみたいなっていう気持ちがあるので、ね、近々もしかしたら行くかもしれないですけどもということでね、えー、今日はこうお客さんに教えてもらった、えー、山田牧場に行ってということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーで行きましょうどうもありがとうございます